河内松原駅は大阪府松原市上田3丁目にある近畿日本鉄道南大阪線の駅。駅番号は F10。松原市の代表駅である。島式ホーム2面ー4線の対比設備と非常渡り線を備えた京城駅。改札口は1カ所のみ。ホーム有工長は8両。内側2線が主本線であり、外側2線が対比線である。 2018年11月13日における1日、乗降人員は29,976人で、ある。近年における1日乗降、乗車人員は、下表の通りである。以下の施設群は、高圏の里駅との中間もしくは高圏の里駅寄りにある、南口ロータリーから発車近鉄バス南海バス、近畿日本鉄道株式会社。 近畿日本鉄道100年の歩み近畿日本鉄道2010年12月683ページ全国書誌番号2190万6373歴史でめぐる鉄道全路線大手手鉄では同年4月19日 AB 曽根悟ル、週刊歴史でめぐる鉄道全路線大手手鉄3号近畿日本鉄道2 朝日新聞出版、週刊朝日百科、2010年8月29日、26から27ページ。ISBN 978から4から02から34万133から4。近鉄が、ダイヤ改正3月15日伊勢島ライナー登場。交通新聞、P3、平成19年4月1日から、近鉄主要路線で、 IC カードの利用が可能になります近畿日本鉄道 http コロンスラッシュスラッシュ www.kintetsu.jp スラッシュニューススラッシュファイルズスラッシュ ICCARD2007 0130.pdf 二零一六年三月三日閲覧 AB 駅の情報河内松原近畿日本鉄道 2021年4月16日閲覧。近鉄時刻表2018年3月17日ダイヤ変更号、P70P87、ハット AB 近鉄時刻表2018年3月17日ダイヤ変更号、P232P258P388P413、駅別乗工人員南大阪線、近畿日本鉄道松原市の統計。 大阪不時計年間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 大阪年間大阪年間大阪年間ありがとうございます。